無免許運転が発覚した中山真珠元県議について警察は早ければ来週にも書類送検することが捜査関係者への取材で分かりました中山真珠元県議は今年8月運転免許の執行に気づいた後も無免許運転を繰り返していた事実が発覚し9月上旬に県議会議員を辞職しました捜査関係者によりますと警察は9月下旬 静岡市内で事情聴取をするなど捜査を進めていて早ければ来週にも道路交通法違反の疑いで書類送検する方針を固めたということです。